はい、こんにちは、こんばんは。ゲーム動画でいこうです。スターホースポケットやっていきたいと思います。はい、前走 SWBC、5着と残念な結果に終わりました。というわけで、またG1 からやり直しです。で、今ですね、8月を3週なので、じゃあ出せる G1 って何があるのかなって考えたら、まあ凱旋門賞が妥当なのかなとは思います。ただね、凱旋門賞前出すとかなり週が進めてしまっているというのが嫌だけど、まあ、まだこの馬って凱旋門賞取ってないですよね。はい、取らせてあげたいですよね。重いのか。勝負根性がもっと欲しいですよね。これでいきましょう。人参ですか。嬉しいか。よしよし。クエスト達成、やったね。プレゼントが届いてるよ。これなぁ、そう、上がらなかったか。おっと、成長促進のビールを使えって言ってますね。ただ成長促進じゃないんですよね。こっちかな。私は追い込み場が好きだね。豪快にクワーって上がってくるのがたまんないね。さて、10月の2週ですね。凱旋門賞をエルコンドルパサーが出てる年ですね。竹豊で依頼します。さあ、あと2週。そうですね、大根、大根ということで。
さあ、いよいよ凱旋門賞です。何でしょうね。あ、追い込みに戻ったが、これではちょっと重い。マイナス4キロですね。ちょっと馬体重に不安があるけど、果たしてどうかな。一番人気 1.3 倍ですね。相手がモンジュエルコンドルパサー、クロミリュージュに、丸がついてますね。他のとこはもうグリグリです。うん、このままスタートしましょう。世界中の競馬ファンの注目がここロンシャンに集まっています。凱旋門賞いよいよスタートです。凱旋門賞12頭スタートを切りました。なかなかいいスタートを切ったようでありますが、先頭に立つのは何か。タイガーヒルがかわしていきました。それから2番ギンギスカーン12頭これから向こう正面であります。ちょっと離されまして10番ファンタスティックライト、6番ダリアバ内を通って3番フリークランス、7番黒い馬体エルコンドルパサーであります。その内からは5番モンジュー、その後ろでありましょうかモルディア、その外にレイラミ、それから8番クロパルージュ、そしてその後ろからレッテーラ。1番人気のカタノジャックは後ろからという展開であります。もう一度先頭から紹介しましょう。先頭行くのはギンギスカーン、1馬身リード12番タイガーヒル、ちょっと離れて10番ファンタスティックライトであります。12頭が第3コーナーに向かいます。そのうちにさあ最後方から走りますね。3番フリークランス、外を通りましてエルコンドルパサー、そして内からは5番オンジュー、ボルディア。勝負根性も上げたかったんですが、残念ながらそうはならなかった。その他のスピード値とか上げた方がいいのかな。さあ最後方でまだ動けないぞ。さあ先頭は先頭はギンギスカーンが粘っている。2番ギンギスカーンがまだ粘っている。動きがもう400にしてはなんかパッとしないか。伸びきれるか。おっと監視にかかる。これは先頭に立った。なんとか勝ちましたね。凱旋門賞。お、これ1500万枚もらえるんですよね。凱旋門賞に勝つと。G1 の中では一番稼げるのか。すごい、秘書も喜んでます。放牧です。あっと、放牧します。さあ馬風席をゲットしました。
これな、また馬風石700枚超えましたね。メダル方も18枚と、なかなか順調です。当たりです。クエスト達成、やったね。ねえねえ。はい、というわけで、凱旋門賞に今回は挑戦してみました。僅差ではありますが、勝利を飾ってくれて、メダルを1500枚確保することができました。次は WBC に挑戦させたいと思います。はい、ご視聴いただきありがとうございました。お気に入った方は、タイトルを右のチャンネル登録ボタンを押してチャンネル登録お願いします。高評価もしていただければ嬉しいです。ブログ、ツイッターをやっております。説明欄のアドレスに記載している URL、そちらをクリックしていただくといけますので、よろしければ見てください。また最後20秒で流します関連動画プレイリストの画面にも、はい、お時間がありましたらアクセスしていただければ嬉しいです。はい、ご視聴いただきありがとうございました。ゲーム動画でいこうでした。